皆さんおはようございます。インターンでお世話になります天野です。今回ご紹介するのはこぼれ話、初めての GM ゲームマスターをやった時のお話とその後です。今回は TRPG の GM をやることによって人生が変わった少年たちのお話をしていきたいと思います。 TRPG では GM を始めるきっかけというものがありますが、大体はこの2つに分かれると思います。まず1つ目、実際にプレイをしてみて、プレイのもしくはプレイ動画を見て GM を始めるです。こちらは準備の時間があって楽な方です。2つ目は、初めて TRPG のルールブックを買って遊ぼうとしたところ、友人などに GM を押し付けられるなどのケースです。ここからは実際にあったお話をしたいと思います。M さん、TRPG の六文世界のルールブックを買いましたよ。おお、A 君よくやった。では、あさっての日曜日、GM はよろしくね。俺まだ TRPG1 回しか、1回ぐらいしかやったことないんですけど。ということで、A 君は、日曜日に GM を押し付けられるという形で、GM デビューをすることになりました。そして実際にあったケースその2です。 TRPG を近所のおもちゃ屋で D&D の赤箱を発見した王少年、早速それを中学のクラスメートに見せて遊ぼうと提案。王少年、ふむふむ、 TRPG を始めるには GM というゲームの運営をする人間が必要なのか。ん？で誰やる？すると、クラスメイト、おもちゃ屋で見つけて遊ぼうと言ったのは王くんなんだから GM やってくれよ。じゃあ明日までに準備して放課後までに遊べるようにしてね。こうして王少年は言い出しっぺということで GM を押し付けられました。なお彼は TRPG を30年以上続ける趣味になるとはその時はまだ知りませんでした。このように TRPG の GM を始めるきっかけは様々ですが、その後の人生に多大な影響を与えます。 A 少年、まあ私なんですが、それをきっかけに14年後にゲーム作成に関わることを心がけました。まあ人生を変える出来事は人生を変える出来事ですね。まさに、GM をやるようになってから人前で話すものはだいぶマシになりました。昔は大勢の前で話す場面になると泣きそうなぐらい緊張してました。それと比べるとまあ以前よりはだいぶ変わったと思います。まあ今でも人前でも緊張することは多いですが、入念に準備をしていれば上がることはそれほどはなくなってきました。そう考えますとやはり TRPG での GM の経験が大きかったです。他にも、ゲームのアイデアになる情報や数多くの友人たちに恵まれて、ゲーム作成における財産となっております。今回は、初めての GM をやった時の話という話とその後という変わった話になりましたが、いかがだったでしょうか。ではどうもありがとうございました。